と1キロ。現在中国道を上り車線を走行中、瑞穂ハイランドへ向かって爆走中です。現在積雪のため冬タイヤ規制がかかってます。冬タイヤチェックされます。スタッドレスタイヤ必須です。で、高速道路ですが路面にも積雪があります。はい、冬タイヤ装着。こんな感じで道路状況はこんな感じ。高速道路です。吉和インター出口、メガヒラスキー場のところね。メガヒラスキー場はこんな感じ。今日はメガヒラスキー場ではなく瑞穂ハイランドまで行きます。あとどのくらいかな、あと80キロぐらいだ。中国道から浜田自動車道に入って、それから瑞穂インターまで走行。途中でガソリン入れるかな。ガソリンなくなる。ここは結構雪深いな。どうしようかな。いい感じだね。作業車に捕まってしまいました。全然行かれないです。時速40キロ、40キロで走行中。ご苦労様です。皆さん気をつけてやってください。はい、浜田道に入りました。浜田自動車道。自動車道に入ったらいきなりこいつが除雪中って書いてる作業車。まあありがたいね、みんなの安全を守ってくれてる。40キロか、もうちょっと早い方がいいけどな。あとゴールまで20キロ、20キロなんで我慢するか。我慢しましょう。こんな感じやね。周りは結構雪が積もってるな。はい、また作業車に捕まってます。
タル屋さん、レンタルショップ、秋の雪まみれ、雪まみれです。結構道路にも雪があるな。スタッドレスなしじゃ厳しいかもね。ハイランドにお越しの際は気をつけてください。着きました、瑞穂ハイランド。めっちゃ雪、めっちゃ雪が積もってる。電気ついてない、駐車場めっちゃ雪や、やばい。何台かおるな、やっぱ好きな人は好きやな。やっぱご着、雪がすごいです。皆さんも気をつけてお越しください。バイバイ。